日産、エルグランド。エルグランド、エルグランドは、日産自動車が販売する、ワンボックス型の高級ミニバン。製造は、初代と2代目が、日産車体湘南工場、3代目は、日産車体九州。日本国内での販売のほか、E51、E52 型は、香港、マカオとシンガポールにも輸出される。E52 型から、前後衣装を刷新、また、全長。 全幅を拡大し2011年から、クエスト、RE52 型として、アメリカ合衆国輸出開始。ライバル車種は2018年現在、トヨタの最高級、ミニバンベルファイアとアルファード、ホンダの最高級ミニバンエリシオンの後継車種5代目、オデッセイである。グレードは最上級から7人乗り、X、8人乗り、V、サイレンカ、J という構成。 X のみ本輪は,は、サプラーレコンビシート、オートスライドドア、電子制御、サスペンション、アクティブダンパーサペンションがオプション設定され、J を除いた全グレードには、ツインモニター TV、ナビゲーションシステムがオプション設定された。V は、ミドルグレード、サイレンカ、J には、オートクロージャードア、電動格納式、ドアミラーなどが装備されていない。スピーカー数も2つである。 前後席のウォークスルーを可能にするスーパーマルチシートを採用する。当初はモーター系、ローレル販売会社がキャラバンエルグランド、キャラバンエルグランド、プリンス系、スカイライン販売会社がホーミーエルグランド、ホーメイルグランドと社名が分けられており、エルグランドのエンブレムはキャラバンが赤、ホーミーが青となっていた。この台のみ、キャラバン、 ホーミーと同じくホイールのハブボルトは6本あり、ナットザ・ピッチ直径は 139.7mm となっている。初代同様にテラノ系のプラットフォームを流用しているが、後輪のサスペンションがマルチリンク式の独立喧嘩に変更され、ホイールハブボルトの PCD と本数が 139.7mm の6本から 114.3mm の5本に変更され、 先代は当時日産の RV に多く採用されていた後輪ドラムブレーキであったが2代目からは全車4輪ディスクブレーキを採用するなど変更箇所は多く運動性能を向上させている改良されたこのプラットフォームはエルグランド専用となったまたスライドドアは両側スライドドアとなった VG は左側スライドドアのみの4ドア仕様を設定 同クラスのライバル車とは異なりエンジンが縦置きとなっているが、リア周りの重量が増しがちなこの手の車の場合は、後輪駆動ベースの方が加速時や旋回時に駆動力がかかりやすく大きなメリットとなる。しかし、後輪駆動のデメリットの一つであるフロアの高さや、税制面で有利な排気量 3.0L 以下のエンジンがないことがあだとなり、 2.5L 車が設定されるまで、競合車種に差をつけられてしまう。エンジンは、先代の後期型同様、VQ35D 型を搭載するが、環境性能の向上により、超低排出ガス車、認定を取得。トランスミッションも、先代同様オートマチックであるが、初代の4速から、マニュアルモード付き5速に変更し、このモデルから、シフトレバーは、コラム式から、 インパネ式に変更された。グレード体系は V、VG、ハイウェイスター、X、XL の子グレード体系となった。時期型 E52 型は4代目クエストとの共通化による FF 化が決定したが、開発に時間を要したため E51 型系は数度にわたる改良や特別使用者の投入によって8年にわたる長いモデルライフを送ることに 国産乗用車の中ではロングセラーモデルとなった。北米向けのクエストやプレサージュとの統合により駆動方式が FR から D プラットフォームを用いた FF と 4WD オールモード 4X4 になることで低消化と前行の抑制が図られ車内が広くなり乗り心地が向上した。ボディサイズは先代と比べ 全長と全幅が 80mm と 35mm それぞれ拡大され、全高とフロア高は 95mm、129mm とそれぞれ低められた。エンジンは V6.25L、VQ25 でを廃止し、新たに時価 4.25L の QR25 でと V6.35L の VQ35 での2本立てで、 いずれにもエクストロニック CVT が組み合わされる。3.5L 車は国産のハイブリッドを除く CVT 車としては初の280馬力の大台を達成した。なお、本モデルより生産が日産車体からその子会社の日産車体九0に移管され、クエストと共に混流生産される。外観は2005年の第39回東京モーターショーで出品された。 コンセプトカー、アメニオがルーツである。低照化によって2009年8月に廃止された、プレサージュに近いプロポーションへと変化しつつ、二段式ヘッドランプや大型フロントグリル、横一文字のリアコンビランプとガーニッシュなどに代表されるように、一目でエルグランドとわかるスタイリングとなっている。ボディカラーは 250XG とハイウェイスター系で設定できる、ボディカラーが異なり、 フルモデルチェンジ当初は5色のうち、全グレードで選択できる共通カラーは3色、うち、オプションカラー2色、シエルブロンドメタリックは 250XG、専用色、オーロラモーブマルチフレックスカラー、オプションカラーがハイウェイスター系専用色であった。装備についてはいずれも、世界初となる中尾レキノー付きキャプテン、コンフォータブルシート、7人乗り2列目、 11インチワイドリアモニター、ドアノブ上のボタンに軽く触れるだけで、開閉可能なタッチオートスライドドア、3.5L は、両側電動、2.5L は、助手席側のみ電動で、運転席側は、メーカーオプションを採用する一方、サイドカーテンエアバック、フロント車音ガラスやブザー機能付き、タイヤ空気圧警報システムや、定員分のヘッドレスト3点式、シートベルトを全車に、 標準装備とし、ハイウェイスタープレミアムは3列目シートを電動格納にするなどにより、快適性能や利便性、安全性を大きく向上させている。上述の通り、フロアには D プラットフォームを採用するが、同じ D プラットフォーム採用者のティアナやムラーノと比べとホイールベースやパッケージングが大幅に異なるため、フロアパネルにフロアビード形状を採用し、 静粛性と剛性を向上。また、リアの剛性を高めるためにスペアタイヤを配し、代わりに、パク修理キットを装備、その空間を活かして、リアクロスメンバーをストレート形状とした、室内側には、ラゲージアンダーボックスを設置している。仙台後期より採用された、メーカーオプションのアラウンドビューモニターは、スカイラインクロスオーバー同様、駐車ガイド機能、フロント、リアワイドビュー機能、 ナビ連動フロントワイドビュー機能を付加したものに進化している。オーテック特装車については先に発表されたライダーに加え VIP も発表された VIP は同年11月より販売会。VIP は最上級グレード350ハイウェイスタープレミアムをベースに内装に黒本側仕様を採用するとともに鉱石用読書と、鉱石用 100V 電源。 乗降用補助ステップ等を追加装備し、本グレード専用のタイヤを装備したエグゼクティブのために走る執務室をコンセプトにした仕様である。また、後席を2人乗り、乗車定員4人にするなどの個別注文にも対応する。2011年9月には既存の3列仕様、7人乗りに加え、2列仕様、4人乗りを追加発売した。 環境性能については、全車で JC08 コールドモード対応の平成17年基準排出ガス75%低減レベル認定を取得するとともに2.5リットル車は平成22年度燃費基準プラス 25%3.5 リットル 4WD 車は平成22年度燃費基準プラス 15%3.5L2WD 車は 平成22年度燃費基準プラス10%、350ハイウェイスタープレミアム及びオプション層により、車両重量が 2000kg を超えた場合は、平成22年度燃費基準プラス20%を、それぞれ達成。なお、前期型ではリアに、ザトラーニック CVT エンブレムが装着されていたが、2014年1月のマイナーチェンジ以降は装着されなくなった。 サードシートはミニバンでは一般的な跳ね上げ格納シートから背が高いミニバンとしては珍しいダイブダウン式格納へ変更された。給油口も右から左に変更された。そしてセカンドシート、サードシートの中央座席のシートベルトが2点式から3点式に変更された。英語の定換詞、座に当たるスペイン語、L に意外なを意味するグランドを組み合わせた造語。 なお、初代で故障されていたキャラバンとホーミーについては、それぞれの交参章のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。